隣の住んでる全ては絶対一元の生命の実物っていう非常気象運転のバラ、非常気象運転そのもの、海へ混流というは混流せる証拠というまに、これ線が大事だ。この混流せる証拠というまにというのはこの生命の実物というか、それそのこと、ね、そしてそれがそのまんまこの真でもあり法でもあるんだ。これが線が大事。すでに海へ混流という知るべし仏性の形は格のまかし、我々の生命の実物というと何かあってね、線が大事として現れて知るべし仏性界の形は格のまかし、今生命体験するところにおいて私は生きた、あらゆるものは私に生命体体験されてある、そういうあり方ですね。さらに内下中元に変わるべきが、これその小っていう本だからね、ともすると内側のもんだとこう思うんだ、みんなそうだよ、そういう外分の要素、内とか外とか言うんじゃない、内も仏性、外も仏性、それから中間、その間の中間ですね、それも全部ひっくるめて全部が全部仏性だ。さらに内下中間に変わるべきにあらず、決してね、今私が非常気象運転って言うけれど、決して運転する人間と私と、それから運転さしていく外側のね、世界とって二つがあるんじゃないんだってことをね、これが大切ですよ。内下中元に変わるべきにあらず、ね、べったり絶対一元の大工業の中に生きてる、それをだからただあとは深めていくってね、工業増産結局深めていくっていう意味の運転ですね、外側に向かって運転していくみたいな。陰もならば線画を見るは仏性を見るなり、だからもう事実今山も川も大地もあらゆるものもみんな仏性を見る、だから仏性を見るっていうのは如是目彩を見るなんて、如是目彩っては慣れないことだったけど、これはロバのアイとですね、顎だ、ロバの顎、それから目彩っていうのは馬の口、つまり馬眼前の方を言ってるんだと、我々は事実に見てるところに。で、海へは天へなり、エデンなりと下手し、下手するなり。海へっていうと、いかにもね、その、よりかかるやつと、よりかかられるやつとってね、脳へ、小へと、二つにあるみたいに言うから、思うから。そうじゃない、そうじゃないんだということで、善へなり、善なりと下手し、不下手するなり、これも下手も不下手もこれ二つになっちゃうからね、そうでない、あらゆる意味でもう絶対一元ということで、下手も不下手も仏性で、下手って一旦だけじゃよ、不下手っていうね、二つ出てきたら二つの頭叩いて、そうじゃないよ、だから三昧六つここより発言する、今言ったように
仏菩薩三乗あるいは仙人たちが自在無下の力を持っている、そういうのを南蛮六数字知るべし諸三昧の発言大言、大言というのは未来言ですが、発言しようが発言しなかろうが、どっちどう転んだ生命の実物から転がり出ようはずはない。同じく会議仏性なり、もう仏性、今私がねあえてその口を酸っぱくして今言ってるのは絶対一元の世界だ、絶対一元の光明、光明像三昧だ、全六通の有利不有利、これによるのもよらないの、共に会議仏性なり、もう仏性以外から出られない、もう落ちこぼれようがない、どんなに謙遜な人でも私はダメですって言えないんだ、言ったところが仏性だから、私は仏性みたいな結構なものを私は持っちゃおりませんとは言えない、みんな仏性の真っ只中、仏性っていう大光明の真っ只中に生きてるっていう、これはもう間違いないね。これだけあれよくね、これだけ知っただけでも今日来た甲斐がありますよ。俺は落ちこぼれようがないんだってね、落第したが俺ダメだって言ったら、落第、学校の試験に落第したってね、物証から落ちこぼれようがない、で就職も失敗しましたって言って、それだって物証から落ちこぼれよう、ちゃんと物証は拾ってる。で六人図はただ歩馬経にいう六人図が、歩馬経というのは阿言経のことですね。普通六人図っていうと阿言経なんかに出てきて、いわゆる今言ったように迅速図っていうから、どこにでも飛んでいて歩いていけるんだ、それから天理図、天元図っていうと、みんなちょっと分かってるのは天元図だから、天理図っていうのはもう向こうのあれが今スズメが何をこの喋ってるのか自分も分かるっていうね、あるいはあれだ多心図、今あなたが何考えてるかスカッと分かってるね、だから宿命図っていうのは俺の前世は何だね、ということは分かる。余人図っていうのはあらゆる煩悩を尽くした、そういうようなことを阿言経、原始仏教はそんな意味で取って、ところが今仏法としての六人図っていうのはこんな意味じゃない、どんなのか、正法眼蔵の人図の巻、これもできたらここでやりたいと思っている遺産ですね、大前理、大前理がね、昼寝してた、そこへ弟子のね、長男やってきたのね、大前理はそれ、気がついたんだけど、ちょっと体裁が悪いから向こう側へこう寝返りって向こう側向いちゃった、そしたら長男がね、いや弟子でございますから、対面作らっていただかなくても結構ですって言ったんだね。そしたら遺産が八尾起き上がって、そして今一つの夢を見た、お前その夢判断してくれないか、そしたら長男がこう立ってって、そしてあれね、洗面の水と、それから手拭いとね、持って出てきて、お前は素晴らしい神通力を使うなって言って、それで顔洗ってこう拭いて、それで目覚ましたら、そ
そこでね、表現し完全に、これも、遺産の、でしたね。その表現が入ってきた。そしたら、遺産が、今、この教団と、教団の素晴らしい神通を、見たのかな、と言って話した。そしたら、表現がね、また立って、そして、ちょうどいいね、この入れ加減のお茶を持って、そしたら、遺産がそれ飲みやがる。おぉ、今日たち、この、シャリホツ、木蓮も及ばない神通を、神通力を持ってるなって言って、褒めたって話がね、この神通の巻に出てくる。で、これ結局ね、本当の意味の仏法としての神通ってそういうもんです。いや、何かよく考えたんだよ。我々何から何までね、こう、一日生活行動してんのね。よく考えたら、何から何まで神通力だ。いや、今私にこうやって喋ってる。ところが私、いずれまあ、中空か何かでもって、絶対に寝るじゃん。寝込んで足も動かない、口も聞けない。その時に誰かが私の今喋ってるテープを鳴らしてくれた。あの頃は素晴らしい人生と思って喋ってたな。思わに違いないかもね。本当にこれこうやって喋ってるのに、まあ一応あれだ、思ってることを喋ってる。それで歯の調子が悪いから時々にこう言葉の滑りが良くないけれど、それでも一応喋ってるともね、これで神通力です。で、そういう本当に生命の実物が生命の実物として働いてるということもね、これも本当に素晴らしい大人数だと思われます。それで、だから六神通はただ阿弥陀経に言う六神通である。六というは全三三五三三を六神通はらみつと言う。このね、六法でもっていう六というのは、全三三六三三五三三と、これは数量じゃないってこと。無限だってこと。あれもこれもね、数限りなくある。無数量。で結局出会うところ、すべて一切ない。それで、しかあれば六神通は明明たる格相と明明たる仏祖になりと参求することながら、これは法皇寺が明明たる格相と明明たる祖師という言葉を言っている。その格相とって明らかな、そのあれですね、百草塔って、まあ、百本の草っていう意味だ。まあ、いろんなものがたくさんある。それが明明たる、そういし、仏祖いの仏さんの現れだ。こういう。明明たる百草塔、明明たる仏祖になりと参求すること流れ。そんな、このところ、西安禅寺の経典や、面白い。神通というときは、仏性という借り物はいらない。要するに仏性って言った限りね、神通って言った限り、神通の事実働いてるじゃん。そんなところで仏性を持ってくるには及ばない。それから、仏性なんていうものも持ってきてくっつけるには及ばないっていう。つまり、そういう余計なものはいらないんだ。実は神通というんで働いてる時がね、もう働いてるだけで、その時そのところに仏性だとか仏祖だとかって持ってくるには及ばない。しかもただ六神通に対する世俗といえども仏性界の焦燥に手入れするものない。これはね、これ六神通に対類、仏性界の頂相に敬意する。
対人とか軽減っていうと、あれですね、滞ってる、妨げられる、こういうこと。世間的には悪いように使ってるね。しかし今言うのはね、対人するのも仏性、軽減するのも仏性。結局、仏性界に、すべては仏性界にならざるはない。これが仏性界に妄想を記入する、はい、以外にないってこと。妄想ってのはね、すべてのものがこう、朝廷へ集まるっていうことだね。結局仏性界にならざるものはない。結局ね、その対立も軽減もいいのでもない悪いのでもない仏性ならざるはないとか、結局仏性は仏性だ、もうずっくり絶対一元の、今私の言う言葉で言絶対一元のね、その生命の実物である限り、しかも非狂気運転だけ。でまあ、その次の第4章なんだけれど、ちょっとね、ここで話を、証拠言動の話中断してね、時間中途半端だから、その今日、この庄司北斗師匠っていう印刷物に持ってきたんですけど、皆さんに持っていただいて、これはね、私の夏、信州で、庄司北斗師匠解説という話をしたい。でも、この未読会のに来られる方にも、ぜひ、まあ、見ていただきたいと思います。大体ね、この庄司北斗師匠っていう、その来たのはね、これの、作り始める因縁の話をしますので、今私が置いてもらっている農研のお寺のね、奥さんおばあさん、おばあさんがね、おととしの5月頃からね、食欲がなくなったと言い始めたこの私その時になんとなしに変な予感がした。がんじゃないかな。それで、もしがんだとしたら、もう、やっぱり死ぬってことはどういうことかっていうのね、はっきり知られたい。まあ、そういうふうに思ったんで、それで、そういう話をちょっとし始めたわけだね。ところが、後藤にまだ死ぬ、ただ食欲がなくなっただけであって、そう、あれで大元とは決まって、その人に死ぬって話、本気になって聞かない。いや、これ、皆さんだってこれだけの人がいると、事実、もう近々、ガンだって言われてない。言われる人もいないじゃないんだからね、そのつもりで言ってくださいと。ところがね、そのうちに秋になる、秋って、まあ、9月過ぎになる、したらいよいよやっぱりがんだっていうのをお嫁さんから聞かされてね、まあ、おばあちゃんには聞かせて、それでがんだって話聞いたらいよいよ今度は死ぬっていうことはどういうことかっていうことは言えなくなったね。それでね、これはどうしてもね、テキストを作ろう。まあ、おととしの9月頃から、そう考えたと。で、テキストを作って誰でもこうね、あげときゃ、がんになる人もいるかもしれないけど、また、本気になって読め、死ぬってことはこういうことかってね、分かってもらえた。大体がね、あれですね、仏教の場合ね、死ぬとお葬式するでしょ。お葬式のところでもって、なんたらかんたら、はっって言って、あれ、インド
道というのは引き導く、この聖勝利の問題、どっちへ引き導くかってね、その本当に引きを基礎へ引き導くということが引導です。ところがそのキリスト教の人はね、大体あの死の底に着いた場合ね、神父さん呼びに行って、そうすると神父さんがね、携帯をあのミサ神殿を持ってそれでちょっとが空いてて、あの寝てる枕元に飾り付けて、そしてミサあげてね、そしてあのあれですね、オブラートみたいなこのくらいのやつをちょっとこうね、生体配慮してその垂らされて、そしてまあ神様の恵みがねあるようにやるわけです、ね、だからまあ聖書を読む。ところが仏教の困難は何かっていう、死人の葬式だけしててた、そして、うん、死のとこへ着いた人っていうのに、何も していない。いや、お葬式が悪いっていうんじゃない、私はあの坊さんがお葬式するの決して悪くない、それからあの坊さんがあのあれですね、隠語っていくらだって言って、もってのほかだって、あの新聞の投書なんかにそんなの文章見たことある、隠語を書くとあのもらったら、何百万円とか取られたって、これはあの言うやつがどっか勘違いしてる、大体亡者がね、死んじゃったらね、死んじゃった亡者がね、隠語、俺隠語欲しいって嫌じゃない、やらなくてところが隠語欲しいってやつはその後を継ぐね、その後継者、あれ大体葬式ってやつは亡者を葬るんじゃなくて、それでない後継者の回転費用だ。だからそのつもりでいないと話しなきゃ。回転費用の場合に、体裁よくやりたい。そのためには隠語。そしてもって坊さんとたくさん頼んできて、にぎやかにって言うんだったら、これは金出すのは当たりました。それでね、これはたくさん金、坊さんが取るのが当たり前。だけど、その葬式だけ捨てりゃいいってもんでもないと。そういう意味で、今私は死んだ人じゃなくて生きてる人、そしてしかも、お金取らない。お金取るとあのどうしてもお金取ったやつに丁寧にやる、だからお金出さないやつの粗末にっていうことがありうるんで、だってそうじゃない、もう誰にでもっていう、そういうね、引導を、そういうテキストを作ろうって気になって、そしてこれ書いた、要するに勝利っていう問題をズバリとしたところね、大体主将棋というお経が宗門になって、あれちょっと奥瀬取りの坊さんの側から、いやちょうどいい、あだけ読みゃ汚染出さなきゃいい、畑の長さよだけどね、あれはそれじゃ生じ問題にすぐ結びつくかっていうかね、うっす哀れみがあまり東大の疑問が開きおげりってきたってピンともすっても来ないもんそれでやっぱり生じ問題ちょっとズバッと言ってない、それから般若心経はちょっと短さがいいって言って、あれはちょっと分かりにくい、でその辺ね、分かり、正直についてズバッとしたもののことを言いたいというのが私のね、願いで、これはね、私がお経を書くっていうと、これはまあ、損を免れてね、しかしながら、私はね、もうすでにあるお経をね、お経の中で正直問題について一番大切な言葉だけこう拾ってきて、それを私なりに分かりやすい言葉で
切することは許されるはず。まあ私はそういうつもりなんです。だから、そういうつもりで、まあ、読んでいただきゃお腹も立たないだろうと思うんです。で例えばね、今この庄司法華経のね、庄司についてズバッと言ってるお経って言えばね、この天庫一番後の天庫並びに中っていうのを見てください。その庄司、庄司は名字のため、その次のね、三行目のね、如来は如実に三害の相を知見するに、庄司のもしは体、もしは質あることなし、また来世および滅度のものなし、実にあらず、子にあらず、無にあらず、意にあらず、三害の三害を見るがごとくならず。これは法華経の如来十両本に出てくる。これがね、仏教でいう庄司の根本です。ほら、これ誰も見てもよくわからない。それでこれをいわば解説した文章として、この前の庄司は名字のみあって実なし、世界の法の中には実に庄司あれども、実相の法の中には庄司あることなし、これは龍樹尊者の第一道路。これになってくると相当わかるような気がするけど、それでもまだ世界の法と、それから実相の法とっていうね、これちょっと、まあ、実相の方が、実相ってことがはっきりしていないんだから、今の時代ね、だからよくわかんない。それで、まあこの、それをいわば私が解説するつもりで、今、この庄司っていう詩を作った。で、手桶に水を汲むことによって水が生じたのではない。天地いっぱいの水が手桶に汲み取られた。手桶の水を大地に撒いてしまったからといって水がなくなったのではない。天地いっぱいの水が天地いっぱいの中にばらまかれたのだ。人は生まれることによって生命を生じたのではない。天地いっぱいの生命が私という思い固めの中に汲み取られたのである。人は死ぬことによって生命がなくなるのではない。天地いっぱいの生命が私という思い固めから天地いっぱいの中にばらまかれたのだ。で、まあこういう、まあ一応死みたいなねものにした。まあ私が死って死とは言えないんだね。どうせね、ただ普通の文章なんだけど、それを行を変えてこう並べるといかにも読みやすくなる。そういうつもりで書いて、でこの庄司法華経もね、あれは今年の夏、この信州で一応解説したわけですね。それをいずれ本にしてですね、あれするから、またそれも読んでいただくとして、今ね、この庄司法華経において今読んだね、仏性界の話ね、仏性界の話とちょっと関係づけた話をしておきますとね、この四つ目の詩の誓い庄司、これ見てください。誓い庄司、思っても思わなくても、信じても信じなくても、生む庄司、心も名も、いざこうこうなる、二つに分かれる以前の実物の命の傘で生き死にする。どっちへどう転んでも本命、今この実物こそ本命、ムール勝利の痴漢勝利、こういうことです。この結局ね、これのあれでもって、思っても思わなくても、命の深さで生き死にするっていうのは、今お話しした武将さんの話ね、これもう絶対一元のことを言ってるわけです。これだけでね、しかしながら、その絶対一元っていうのを向こう側に見てんじゃないんだから、我々今言うように、それ
死ぬっていうことがよく分かっていかに生きるかってことが大切なんですよ。死
な簡単なんだどうせ、なんていうの、瀬戸内海に船から連絡船がバーンと飛び込んだ、それでも死ねるんだ。それで、三原山行って飛び込んだ選手、死ぬぐらい簡単。しかし、勝負しと、本当に死を諦めた後の勝が大切だ。だから、五勝を大切にするというのはそういうこと。死ぬってことがよく分かって、いかに生きるか。だから、ここにも、庄司北部師匠序っていうところにもね、一番最後の引用面とか言ってる。そして大事なことは、各庄司を欠場して、いかに生きるかである。結局ね、このあれはね、死ぬために、だから皆さんね、これ持ってかって、ぜひとも俺は元旦にならなきゃならないと考えなくていいそうじゃない、これは生き生きした話だね。で、要するに生き生きとしていかに生きるか、この死ぬってことをね、今のようにかわいくてね、あるいは無価値とか価値がないってもう決め込んでんだね。生きるってことだけが価値であって、死ぬってことは僕価値無価値とかもう決め込んでる。これ生存ボケって今20世紀は生存ボケの時代だ。だから死ぬってことは、死ぬって言われるとちょっと奈落の底へ落っこってくような思いするんだ。これはもう反作用だ。で、そのね、それがかわいそうだと私思うんだ、結局は。それで、そこのところを印象を渡したい。昔の人はね、死ぬっていうことは仏になる、あるいはキリスト教だったら神に召される。それで死ぬっていうことに、昔とは思っていなかった。ところが今の生存ボケ時代は、生存する、生きてるっていうことだけが価値があると思う。死ぬってことは昔だと。それで今度、だから生存競争だけになる。だから、あれに数意義ばっかり、幸福、幸福って。いかに俺がたくさん吸い込むればいいか。で、こう。でそれでね、めまいこれでもう窒息しかかってるのが20世紀っていう時代で、これバカな時代だ。こんなバカなね、低級な時代は今だかつてないと思う。私はそう思う。それは今だ。その今の時代は大した時代だと思ってるんだから、また遅まつきあまり。そうじゃない、迷惑はね、21世紀は人類に最後の知恵が働いている。数息と白息、一つの息であるように、生と死と一つの生命であることが理解されていた。本当の意味で生き生き生きる。だから生存競争のために生きるみたいな、本当の本来の生命力でみんな生き生きと生きるというね、そういう時代を来たらせたいと私は思う。それでまあこういうふうに作ってる。それでまあ、あれですね、事実ね、みんなね、まあ、昨日、おととい、敬老の日だ。敬老の日って言ってもね、老人が処刑されるような日じゃ困るんだよ。このみんなさ、老人の日って言うと、それ嫌がらせするのか、あるいは恨むかのように老人が自殺したりなんかするじゃん。そうでない、本当の意味の老人っていうのはね、長生きしてよかったっていうね、そういう要は胸張って言えるような老人にみんななってほしいんだね。事実老人になって生命の深さを初めて知ることができるんだ。若いやつにはまあ分からないんだ。本当に年取ってきて初めて生命の深さが分かってきて、で、年取ってきてよかったってこういう若い人にね、まあ早い話が身近にそういう老人がいたら、
若い人たちも目が覚めて、そんな生存ボケした生き方しないじゃん。あれ、いかにも老人になって収入がなくなったから俺はどうしようって、収入ばっかりの話。私なんか収入一つもないんだ。ほんと収入一つもなくてもちっとも不自由しない。それで労働もなでみりしていって何なの。私なんかあれだね、どっかの公園に行って住んでも観覧かなんでって言われると公園するんだね。それで観覧かなんで、しかしこの観覧かなんでって言うんで俺は金もらって帰る。そこまで行っちゃう。そのくらいのね、生き生きしてんじゃない。金でもって生きてんじゃねえんだ。私なんか本当にね、金が欲しいんだったらこれは公園でも頼まれだけ一生懸命かけてまいります。そちら公園でも払う。だけどそんなものはいらねえから。それであれですね、私なんかはもう全て切り捨て、消防現像だけって。これ消防現像なんてのはね、片手までできる仕事じゃないんだ。まあ、ほぼ公園にでも行ってて、そして片手間に消防現像を持ったってできるはずない。だからどうでもない消防現像の話ばっかりじゃん。で、私はそんなんじゃない。全て生活のね、そういうものは全部切り捨てて、俺はこれって言うんだ。で、そういう、まあ、生存って言って、収入って、そんなことばっかり気にしない。もうちょっとね、生命の深さっていうのをね、深めるっていうのは、これは若いうちから、心がけて一生懸命やらなきゃダメな仕事。年取ってから目が覚めてんだか覚めてないんだか分かんないような顔して聞いてるみたいな。もうダメ。で、まあ、そういう宗教生活ですね。宗教生活ってのは大切なんですよ。私は無宗教です。バカだ。私はバカです。どこが違うか。本当にこの宗教生活を分かりたから考えてほしい。そういう21世紀を浸らせたいというのは私の念願だ。初めからで、いや、光明堂三昧というね、最後にね、私の最近の詩を読んでやめると。貧しくても貧しから病んでも病まず、年老いても年老い、死んでも死なぬ、絶対一元の光明の中に生き、この絶対一元の光明をどこまでも自分なりに深めていく、この光明堂三昧の生活、ここには無限の奥がある。まあ、そういうね、この今この仏性の巻もね、結局そういう、このこれから読んでいくところ、結局はそういう、絶対一元のね、事実意識、その事実意識と絶対一元の自分の生命をどこまでも深めていくっていう話があるんですが、そういうつもりでね、まあ、聞いてみて。